後妻業なんてやってないで、不倫なんかしないで、枕営業なんかやってないで、結婚したいのに結婚できなかった真面目なおじさん、おじいさん、ジローラも、そんな悪爺じゃなくて、悪爺じゃない、なんだっけ、意地悪爺さんじゃなくて、なんだっけな、意地悪ばあちゃんじゃなくて、あのなんだっけな、ちょい悪親父じゃなくてもいいです。真面目なあのじいさんばあさんと結婚してやってください。あの年の 若い人はぜひ、40代の人でね、あのペタジーニとかね、あの女の人も60だって70だって50、60の若い人でも、あの子供がいらなくて、まあ、子供はいた方がいいんですけどね、第一結婚ですから、あの大隈信之さん先生のね、あの考えによってはね、うん、だけどあのそうだよ、うん、あのね、なんつったかな、石田ひかりのお姉さん、石田ゆかりじゃなくて石田ゆう子じゃなくて石田由美子じゃなくて石田民じゃなくて石田民、石田光のお姉さん、石田ゆとりじゃなくてみたいね。あとあれですよ、あの二十歳のあの鬼滅の刃に出てくるあの首の長いあのひょろひょろしてこう、鬼の女、鬼女、どっちを選びます？50過ぎてたって石田光のお姉さんの方を選ぶでしょ。あと誰だ、あとあれ誰だろうな、あと誰だろう、うん、誰にしようかな、うん、誰だ、石田ゆり子。まあそういうふうに、もっと多様性を重んじるんだったら、バイセクシャルって何ですか、バイセクシャルって LGBT のバイセクシャルって LGBT プラス Q のあのバイセクシャルって何ですか、異性愛者で一人とも結婚できずに死んでいく人もいるのに、バイセクシャルって異性がいるのに同性ともあの性行為してアヘアヘカンペちゃんしたいみたいな人を言うらしいんですよ、バイセクシャルって B って。よっぽど異性愛者で結婚したいのに結婚できないで孤独で死んでしまった人の方がかわいそうでしょ、国際連合。早くロシア戦争、あのウクライナ戦争をやめさせろよ、国際連合。